アビアンカ航空011便墜落事故は、1983年11月27日午前0時6分頃に、スペインのマドリード・バラハス空港の南東 12km 付近に、アビアンカ航空011便が墜落した事故である。乗員乗客192人中181人が死亡した。アビアンカ航空011便は、フランクフルト始発、パリ、マドリード、カラカスを経由して、ボゴタを最終目的地とする国際定期便だった。当日は、フランクフルト・パリ間のフライトがキャンセルされ、当該区間の乗客は、ルフトハンザドイツ航空便に振り替えられた。このルフトハンザ便の到着が遅れたため、それを待っていたアビアンカ011便の離陸も1時間20分ほど遅れて22時25分になった。フロリダ370まで上昇した後、23時31分にマドリードの管制にコンタクトし、パンプロンナ、バラホナ、コスタホーンの各通過点経由でマドリード VOR への飛行クリアランスを得た。15分後、フロリダ190までの降下を許された。23時52分、さらにフロリダ90までの降下が許された。23時56分にマドリッドの管制にコンタクトした後、滑走路33へのアプローチ許可を得た。日付が変わり27日0時0分にフロリダ90まで降下した後に、さらに降下する許可を得た。0時3分には管制から着陸のクリアランスを得た。通常の手順では、高度4000フィートで CPL 直上を通過し、直後に右旋回して滑走路直進進入コースに乗る。2回るほど同高度のまま直進して、ILS のグライドスロープを捉え降下を開始し、アウターマーカー上空を高度3282フィートで通過するというものだった。着陸のクリアランスを受けた時点ではまだ CPL の6海里以上。手前の位置を高度4000フィートで飛行していたが、クルーらはこのまま直進する代わりに右旋回を開始し、降下しながらアウターマーカー付近で再び右旋回して、着陸コースに入るショートカットコースを取れば、時間節約になると考えた。この際、副操縦士は操縦していた機長に対して、アウターマーカー通過高度を3282フィートではなく、誤って、先頭の2桁が入れ替わった2382フィートと告げた。機長も自分の ILS チャートを確認しなかった。マドリッド空港は高度1902フィートにあるので、2382フィートでは地表から480フィートほどの高度であり、しかもアウターマーカー付近の地形は数十ないし100メートル程度の小高い丘が点在していた。ILS グライドスロープを捉えるのに、パイロットは習慣として下側から入るので、2382フィートよりもさらに低い高度を取ることになった。墜落の14秒前に GPWS の音声警報が動作した。しかし機長は落ち着いた態度で、いいんだと言って、何のアクションもしなかった。警報が鳴ったままの状態で5秒後に、再び、いいんだよと言いながら自動操縦を外したが、高度を上げる操作はしなかった。GPWS の音声警報は止まなかったので、隣の副操縦士は気が気でなくなり、地表と言ってますが何の意味ですか、機長と質問した。その1秒後には、初めのインパクトが記録された。標高2247フィートの丘に、速度142ノットで、右主脚と第4エンジンが触れた。3秒後には速度135ノット 4.9 度の機首上げ姿勢で次の丘に衝突。さらに6秒後に126ノットで地面に右翼から墜落した。機体は横転して5つに分断した。169名の乗客のうち生存したのは11名、乗員23名に生存者はなかった。スペイン民間航空事故調査委員会は、その報告書で以下のように原因を推定している。ありがとうございます。